衛省がトマホークを1年前倒しで2025年度に自衛隊が取得することが日米で合意され、反撃能力が加速する中、護衛艦いずも加賀の魔改造計画が急ピッチで進んでいます。F-35B 戦闘機艦載計画で新たな動きが出てきました。今回は護衛艦いずも加賀の決定的な性能について詳しく深掘りしていきます。2015年平成27年3月に就役した出雲。全長248メートル、幅38メートル、満載排水量2万6000トン乗員470名司令部要員50名まで収容可能なビッグサイズの護衛艦です。その6年前の2009年平成21年に就役したヒューが、片より一回りも大きく、海上自衛隊が所有する護衛艦の中では、現在、最大のサイズとなります。伊豆、もの2番艦加賀も就役していますから、ヒューが、伊勢を含めて、合計4隻のヘリ、DDH が就役していることになります。護衛艦の名前は、旧国名に由来して付けられているようですね。この DDH とは、ヘリコプターを複数搭載できる護衛艦のことです。部隊の中核となる大事な艦と言えましょう。日本の護衛艦は、DD、デストロイヤーと呼ばれます。ヘリコプターを搭載する護衛艦は DDH、ヘリコプタール、デストロイヤーということになります。ヒューガ、型から、さらに進化した出雲は、航空機の搭載機が、最大14機となり、5機の同時発着艦が可能になっています。ヘリコプターは常に搭載しているわけではありません。他の護衛艦と同じように、出航時に航空部隊から飛んできて、訓練や任務中のみ搭載するのです。また、車両、人員輸送、医療システムも向上していますし、さらに、従来の護衛艦にはない洋上補給能力まで備わっているので、他の艦艇に燃料補給をすることも可能なのです。今回は、出雲が空母化されることで、F-35B 戦闘機が搭載可能となることについて見ていこうと思います。出雲の外見ですが、全通甲板と言われる滑走路のようなフラットな甲板があるため、艦橋が右側に寄っています。なので、一見空母に似ているのですが、戦闘機などは発着艦はできません。現在はヘリコプターのみを運用しています。戦闘機は発着艦できませんが、いろいろと物議を醸し出したオスプレイは問題なく発着艦できますし、格納庫内に収めることも可能だそうです。甲板は、ヘリ5機が同時に発着艦できる広さを持っています。潜水艦を探知して攻撃する追潜戦を行うためにも、ヘリの波揚が非常に重要になってくるのです。巨大な航空機用エレベーターが2つあり、サイズは、第1エレベーターが20メートル ×13 メートル、第2エレベーターが15メートル ×14 メートルで、甲板下の格納庫へ運搬することができます。これは航空機に限りませんが、機械を使用する上で、保守整備は必ず必要となってくる要素です。保守整備を手抜きすると、機械の寿命も持ちませんし、傷んできていざという時に役に立たなくなる恐れがあるのです。これは、一般家庭の消火器や、非常用発電機などを考えると納得ですよね。こういったこともあって、伊豆、物格納庫はかなり広く、高い整備能力を持っていますし、航空機の整備を担当する第5分隊は、60名近い人数を要しているのです。通常の護衛艦の航空整備員は10名程度ですから、伊豆、物整備員の多さがわかりますね。それほど重要な艦艇という証拠でしょう。2020年現在は、航空自衛隊の F-35B 戦闘機が運用できるように、空母化の改修がスタートしています。改修工事で行う伊豆、物空母化は、一般的な空母のように、カタパルト強制加速装置を使用して艦載機を飛ばす方法ではありません。というのは、F-35B 破短距離離陸が可能な航空機なので、通常の空母のように強制的に加速させる
カタパルトや長い滑走路は必要ないのです。また、着陸時は垂直着陸できるので、減速させるアレスティングフックも不要とのことです。アレスティングフックとは、可動式の機体制動用高速フックのことです。イズモは、2020年3月から、飛行甲板の耐熱塗装と誘導灯の設置工事などに着手していて、約1年間の改修工事が必要とされます。ちなみに、経費は31億円ということです。さらに、2025年、令和7年の定期修理でも、2回目の改修工事を行う予定になっているそうです。F-35 シリーズは147機体制の予定で、そのうち42機が F-35B になる模様です。B 型は垂直着陸できる機体ですから、つまり出雲に着艦できるのは B 型のみということになりますね。空母へ改修した後は F-35B は10機ほど搭載できると見られています。この数はアメリカ海軍の空母に比べれば確かに数は少なのですが、現在よりも戦闘力が上がるのは間違いないということです。ヘリと戦闘機の消費燃料は桁違いに差がありますから、大量の航空燃料用タンクが必要になってきます。出雲は、もともとヘリコプター搭載専用として建造されたため、F-35B に補給する航空燃料を大幅に増やさなければなりません。また、F-35B 戦闘機に装備する武器を保管する武器庫も必要になります。この2つは、もし火災が発生したら、大きな被害を引き起こすことが予想されるので、艦内の火災対策も強化しなければなりませんね。飛行甲板の耐熱仕様ですが、F-35B のホバリング試験によると、温度が927度C、排気速度はマッハ1というデータを叩き出しています。飛行甲板から数メートルの高さでホバリングすれば、甲板面は高温にさらされる状態になってしまうので、通常の甲板では溶けてしまう危険性があるのです。アメリカの強襲揚陸艦では、この対策として、サーミオンと呼ばれる耐熱とスリップ防止を兼ねた特殊コーティングを施しているそうです。出雲にも、同じくサーミオンが使われる可能性が高いと考えられます。ところで、2番艦の加賀は2022年3月から空母化改修工事に入る予定ですが、出雲が2回に分けて行う改造を一度で実施するようです。伊豆、モノ兵装は、20ムサース、シウスが2機と、近接防御 C、ラム、C ラムが2機だけです。通常の護衛艦のような攻撃武器はありません。時間防御のための武器のみとなっています。また、敵のミサイルから身を守るために、JAF と呼ばれる細かい繊維状の電波反射体を空中に発射し、敵のミサイルのレーダー探知をそらして、おとりになってくれる弾薬も搭載しているそうです。この便利な JAF は、すべての護衛艦に搭載されています。艦艇のサイズによって発射する数が変わってくるようですね。ちなみに、同じ DDH 型護衛艦でも、ヒューガ、伊勢には、VLS 垂直発射装置が装備されているので、対空ミサイルを発射できるというわけです。DDH は基本的には、イージス艦などに守ってもらいながら行動する、HVU、ハイバリューユニットと呼ばれる役割を果たします。ハイバリューユニットというのは、空母や補給艦など、敵にとっての最優先攻撃目標になってしまうので、必ず護衛するユニットと共に行動することが必須となっているそうです。一朝有事の際には、敵国は、艦艇だけでなく、揚陸部隊を発出したり、海中に機雷を撒いたりして、海上封鎖を図ることも考えられます。そういった事態に備えて、出雲は、陸自の車両や人員を輸送する能力も備え、航空掃海を行う MCH-101 ヘリコプターを搭載したり、掃海艇の母艦としての役割も果たすことが可能なのです。つまり、マルチな空母となると期待されているのです。2023年現在、世界で6番目を数える排他的経済水域と領海の面積を抱える海洋国である日本は、やはり、その防衛戦力の用として海上自衛隊を位置づけており、時の防衛方針に則った装備体系の整備を継続している。
大規模な海上自衛隊の装備品に目をやれば、2022年末に閣議決定が行われた中期防衛力整備計画審ため、今時より防衛力整備計画とされたその中で、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機の整備が謳われている。日本の自衛隊は、日本国憲法との絡みや、政治的な位置づけのために、大型の水上戦闘艦を、護衛艦と一律に呼称しているが、世界的に見れば、コルベット、フリゲート、駆逐艦、航空母艦等の区分が一般的である。